このドローンがマゼックスのトビスケだったかな、なんとかっていうドローンで、フライトコントローラーが、A3NG が入ってるものです。で、このドローンを自動で飛行させたいっていう要望があって、これを今から改造していきます。で、買った部品が中国から届きましたんで、とりあえず日本の技適が通っている部品を買いましたんで、これを開封してみたいと思います。まず購入したものが、これがレーダーを取り付けるステーですね。レーダー取り付け用の、前方後方と、あとはあの待機レーダーの取り付けステーです。これが前方向の、レーダーですね。前方向かもしくは後方の距離測るレーダーです。で、これが前方か後方か分かんないですけど、これが前方向用ですね。前方向の障害物回避用のレーダーですね。見た目は同じですんで、多分これが CAN で接続されるんで、デバイスを認識されるための ID みたいなものが振ってあるんじゃないかなと思うんですけども、それが違うだけだと思います。次がこれですね。下方向用の距離を測るためのレーダーです。これが CAN 通信用のハブですね。CAN ハブ。これがフライトコントローラーと、これらの、レーダーの間に入ります。で、これがおなじみの K++。JIYI の K++ ですね。これが GPS で、GPS のアンテナでフライトコントローラー。あとはこれパソコンに接続するための、違いますね。これは、あれですね。LED のインジケーターですね。これが3セルから14セルのバッテリーをつないで 5V の DC を作る DC-DC コンバーターです。PMU って言ってパワーマネジメントユニットみたいな名前ついてますけども、DC-DC コンバーターです。で、これが USB からシリアル通信に変換するための、コンバーターみたいなもんです。で、これが、流量計ですね。羽車式のフローメーターです。精度が今一つ悪い羽車式のようです。超音波式のフローメーターも多分あると思うんですけども、売ってるのは見たことないです。これがレーダーを取り付けるための、カーボンの棒です。これをこんな感じで足にこう取り付けようかと思ってます。まあ、いい感じの長さに切って、適当に切って付けようかなと思ってます。で、今回のメインティッシュですね。今回のメイン。ちょっといいやつを、ちょっと言っちゃいましたんで、これは、SYMK-15E AG。 プロポですね、プロポ。このプロポはですね、何がすごいっていうと、ハイビジョンで転送できます。1080p で映像を転送できるやつです。かなりいい感じのやつですね。値段もかなりいい感じです。これがこのプロポ用のカメラなんですけども、見た目はあれですね、画質悪いバージョンと同じような感じしますね。で、これがこのプロポ用のレシーバーって言いますか。あ、レシーバーです。これがテレメトリー信号も出すんで、レシーバー兼、多分発信、エミッターになってるんだと思うんですけども、そういうやつです。で、これが今までの使ってたやつと違うのは、多分ハイビジョン用だと思うから、ハイビジョン用かどうかわかんないですけども、ファン付きです。小さいファンが付いてます。さらにここに 6S から 4S のなんか、DC-DC コンバーターが付いてますね。ファンレスじゃなくてファン付きですね。しかもここに USB Type-C になってます。ちょっとハイテクすぎる感じがしますね。そんで、アンテナが4本もついてます。2.4GB のアンテナが4本ついてますね。アンテナの接続がどうなるのかちょっとわかんない。今一つわかんないですけどね。これがちょっと何用かはわかんないですね。で、さらにここにアンテナが入ってます。さらにこの小袋の中に Type-C のケーブルが1本と、あとはこれは何ですかね。これは、USB PD の 20W の AC アダプター入ってますね。あとは、これは USB と、なんか反対側が専用のコネクターになってるものがついてます。で、さらに、ここにアンテナが2本ついてます。はいはいはい。これあれですね。
プロポのアンテナがこれです。これがプロポのアンテナです。なんで多分これは予備のプロポのアンテナですね。でこっちのアンテナは4本ついてますけども、多分実際使うのが2本で、2本は多分予備だと思います。ちょっとこのプロポがハイスペックなんでやってみるのが楽しみですね。電源入れてみますか。お、電源入りましたね。多分2回押して入りましたね。1回押して2回目押してピロリッティまでやって電源入るタイプです。ここの小さいこの甲羅の中にどうやってこの部品を全部押し込めるか、結構これが大変なとこかもしれないですね。これ今もう Android 起動したっぽいんで、多分これがあれですね、プロポのそのチャンネル設定ですね。スティックとかのチャンネル設定のアプリですね。英語モードに切り替えれるんじゃないかっていう気はします。あ、わかったような気がします。これは多分Android の設定で英語を選べばいいだけだの感じがします。これでとりあえず日本語英語を入れましたんで、とりあえず日本語を最優先にしてみます。これで日本語になると思うんで、で設定ツールが日本語化される、あ、日本語化されました。これで日本語化されるんで大丈夫ですね。操作モードが、操縦モードがモード2になってます、デフォルトでは。結構レスポンスいいですね。これ Android のバージョンがいくつなって、タイムゾーン自動設定ですね。 Android 9になってますね。ちょっと、うちのネットワークにじゃなくて Wi-Fi に接続して、なんか最新の状態です。2019年6月15日で最新の状態ですなってますね。なんでちょっとまあそこら辺は置いといて、まあ、FPV のあのツールですね。何も映んないです。まあカメラも何も繋いでないんで仕方ないですけども、じゃあこれでとりあえず結構いい感じですね。スルスル、ヌルヌルですね。とりあえず今日のところはこんな感じで、これも多分長押しで終了するような気がします。2回押し、2回押しで赤く光ってうちにもう1回ですか。あ、電源を切るボタンですね。